おはようございます。私はベトナム人の技能実習生コンさん。彼は福島県で1年半にわたって除染作業をさせられていた。月給は9万円以下だったという。浪江ところで、高い放射ところを仕事もさせられました。造船じゃなくて、冷水管の仕事です。怖い、受けませんです。コンさんは鉄筋の実習生として来日したが、受け入れ企業が除染作業をさせた、契約と違うなどと文句を言えば強制帰国させられることが多い。会社は契約書を違反したので、仕事もやりたくない。それで会社辞めて、岡部さんのシェルターで、来ました。いい会社なら私本当に、やりたいです。コンさんのように実習先の契約違反にあって行き場がなくなった実習生や留学生をシェルターに保護していた岡部文吾さん。じっくり事情を聞き、企業や役所との間に立って実習先変更や失業保険の手続きにも尽力していた。社長がとにかくその実習生を殴るんです。僕会社に行って社長と話しました。あなたが今殴ってる実習生は誰かの子供ですよと。その実習生には子供もいるんですよと。社長考えてくださいと。あなた子供いますか？います。あなたの子供がよその外国に行って自分が今殴ってるように自分の子供が殴られたらどう思いますかと。その社長泣きましたね。技能実習生は去年27万人を超え、中でもベトナム人が中国人を抜いて最も多くなった。一方、厚生労働省はおよそ7割の受け入れ企業に労働法規違反があると指摘する。低賃金や劣悪な職場環境から去年7000人を超す実習生が失踪したという情報もある。急激な人口減少に伴う労働力不足を企業や政府は安易に外国人で埋めようとする中、さまざまなトラブルが起こっている。ベトナム人留学生のクアンさんは借金返済と日本での生活費、学費のためアルバイトに明け暮れたという。まあ毎日仕事ばっかりですから、で本当に疲れたですから、それ授業の中に何か、まあ、理解できない時もあるし、はい、まあ本当にもう眠たいですよね。1日が 4時間ぐらい寝ました。90万円ぐらいかかりました。めっちゃ高いですね返せないです。専門学校卒業したのに、でも日本のレベル今そんなもううまくないです。まあ収束できないと思います。入管は許可もらってないですから、それで記憶します。話を聞いた3日後、クアンさんはベトナムへ帰った。キャベツ45番ランディング。彼らの目に映る日本は、実習生や留学生の故郷を訪ねる。社会主義に市場経済システムを取り入れるドイモイ政策が功を奏し、1人当たりの GDP は2000ドルを超し、5から6% の安定成長が続くベトナム。だが、実習生や留学生の出身地はこうした都会ではない。経済発展から取り残された地方が彼らの故郷なのだ。まず訪ねたのはメコンデルタにあるビンドン。町からボートで30分、実習生コンさんの留守宅だ。この地域は多くの女性が台湾や韓国へ嫁いでいると聞く。コンさんの妻トアさん、ベトナムでは考えられない収入と技能を得られるので日本へ行くことには賛成だという。だが夫からの仕送りはわずかで家計は苦しい。3-4ヶ月。
Dạ khoảng 5-6 triệu không có, 3 triệu không có vô chừng. À, dạ thiếu nhiều lắm. Hết khoảng, dạ, khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu là tiết kiệm nhất cho hai đứa. Cháu không đi theo. Khôn さんは日本で除染作業をさせられ、月給は9万円に届かなかったことなど、トアさんに心配をかけぬよう知らせていない。Dạ, hồi tại hồi lúc mà em ký đơn ly hôn á, thì em cũng có nói ảnh rồi, tại vì em nói là cái cuộc sống của em á là sống vì chồng vì con, là bất cứ cho dù 5-10 năm. Hay là 20 năm. Anh có thể về với con cứ lúc nào. 遠い外国で働くのは家族のためだが、現行制度ではそれが何年になっても妻子はついていけず、家族離れ離れの暮らしになる。コンさんが日本へ行ってもう4年、彼からのビデオメッセージを見せた。Hai con, hai con có khỏe không? Ở nhà cũng ngoan không? Ở nhà thì cũng ngoan. Và cố gắng học giỏi nha, nghe lời người lớn. Chắc xong ở bên này xong chuyện ta mới về được. Chắc khoảng 5 tháng nữa ta sẽ về.資格外活動となる過剰なアルバイトをし、日本で顔を出せなかった留学生のクアンさん。帰国した彼は今ハノイにいるが、実家があるのは中部のビン。二期作ができる気候だが、台風が多く米価も安いため、年1回しか米を作っていない。村の6割の家では誰かが外国へ行っていて、あちこちで新築中の家が目に入る。カンさんの両親も農業はやめ、子供たちの仕送りで暮らしている。クアンさんが日本に行ったのは、彼自身が日本に憧れていたことに加え、両親も彼の日本行きを望んだからだそうだ。Không chị ạ, tức là cũng vừa ăn học bên chi phí bên kia và gửi về được khoảng 7-8 bang.Một quần áo nói chung là thấy ăn mặc thì nó sạch sẽ sang trọng hơn. 母親のタムさんはまだ55歳。だが去年、甲状腺がんの手術を受けている。Thực ra thì cũng không sao. Vì quá trình đi thì cháu Quang khi đi thì cái chi phí thì nó khoảng rơi vào khoảng cái tầm khoảng 90 man. Thế thì quá trình học 4 năm thì nói chung cháu cũng vừa học vừa làm cái kia và cũng có hoàn lại vốn khoảng được 70 man.Thì còn có một chút định nhưng mà thực khi về thì rất phấn khởi là cháu lại có thêm một cái ngoại ngữ của nước Nhật. Mà nước Nhật là cái nước mà văn minh phát triển. Cái tiếng gọi nước Nhật. Được cái tiếng nước Nhật. Thế thì là Việt Nam thì hiện nay đang thiếu cái tiếng ngoại ngữ. Mà đặc biệt là cái nước phát triển. Thế thì công việc về Việt Nam thì cháu Quang rất thuận lợi. Cho nên là không dù có lộ nhưng mà cùng gia đình hết sức phấn khởi. Và cháu Quang cũng hết sức phấn khởi. カンさんが借金返済と生活に追われ、日本語も専門知識もほとんど習得できなかったことを両親は知らない。一方、日本の学校とアルバイト先はクアンさんのような留学生で潤っている。こんなメッセージが飛び込んできた。ジャーナリストとは職場では会えない。二転三転の末、その会社から離れたカフェでかろうじて話を聞くことができた。70万ぐらいもか返しました。あとは20万残ってましたね。いや、今の仕事は受注制度エネジアを多く出す仕事です。クアンさんが就職した送り出し企業は、業界関係者によると、実習生から高額な斡旋料を取り、失踪者を多く出したことから免許を取り消され、他社の名義を借りて営業しているという。彼はそのことを知っていて就職したのかと聞いたが、あ、そんなことは聞かない方がいいと思います。しませんね、失礼します。仕事も聞かないで。斡旋料の内訳はベトナム政府への納付金や来日前の研修費が主だが、70万円を超すような高額になる場合はブローカーへの手数料のほか接待費が入っている。ベトナムへ来る日本の受け入れ企業をよく知る送り出し企業の幹部が匿名を条件に証言した。基本的にですね、
企業様で面接受けてもらって、そうチケット代とホテル代が自分の負担として他は全部送る時間ベトナム送る時間で、負担します。絶対お金が、使ってる全部の送る時間の経費として、取りすぎということなんです。遊ぶことですね。遊ぶというのは女がつけるということです。日本企業のベトナムでの遊興費は斡旋料に上積みされ、結局のところ実習生に払わせているのだ。一方、日本での実習は有意義だったと顔出しで取材に応じてくれる元技能実習生もいる。はい、よかったです。本当は嬉しかったです。皆さんは親切で助けましたので40万ぐらいですか。はい、もう返しました。はい、3ヶ月ぐらい集まって15万ぐらいが送ります。彼女のようなケースばかりだとこのリポートすら不要なのだが、トラブルに遭う実習生は彼女の周囲にも。私の友達が働く時間は長いし、でも給料が低いし、マンションとか生活費は会社からよく引かれました。私の場合は会社がいい会社なので、まあ、そんなことはありませんですが、それは良かったです。はい。斡旋料が40万円で、来日1年目に返済でき、仕送りもできたこと。実習先の企業が一人の人間として接してくれたことが、タオさんは幸運だったと話す。来日前に半年以上、日本語と日本の習慣を学ぶ。この日も人手不足に悩む九州の企業が面接に来ていた。まあ、やはりそのベトナムの方がいいということで、今回もまたベトナムに来ました。こう数ヶ月、ね、日本に来られる際のそういう教育がしっかりされているから、まあ、私たちも逆に安心をしてその仕事してもらえるということがあるんじゃないかなと思いますね。みんな一律同じですね。はい、全然その日本人同様に扱いますので、はいはい、みんな日本人の方と仲良く、もしくはあと寮の近所の方とも仲良くしてますので、はい、全然問題はないと思います。皆さんおはようございます。はい、皆さんおはようございます。lúc nhật em thấy phát triển mà người ta sống văn minh nghiêm túc như là em thích việc người ta xếp hàng đứng chờ vé tàu rất nghiêm túc hoặc là đứng chờ mua đồ ăn mặc dù nóng mà vội người ta vẫn sẽ chờ theo thẳng hàng. Nhi ông đấy hataraki tại desu kara dai iku kenchi ku desu nhi hong quá yume đế cô chữ mố bên đi na cự cự nia đế sư cả. 今や日本で働くベトナム人は20万人を超し、急激に人口が減少する日本にとって彼らは不可欠な労働力となっている。だが日本より人権意識が高い国はいくらでもある。まずは彼らが日本を嫌いになってしまわないよう、送り出し、受け入れ制度の整備、改善が急がれる。